バランスも大事になりますね。おっと、まさにこのターンオーバー、こういったところを注意したい。はい、オールコートで今ゾーンディフェンスしてましたね。ジャニーが行った、バンクショット決める。ここでマジカルブリッジが出ます。体を当てていく。ジャニングが気持ちよく連続スリーポイント2本目。松田に対しては中野がつくが、再び川崎もスリーも入っている。さあここでこのスティール、ターンオーバー気をつけろとサコエットコーチは話していましたが、状態の中でとかこじ開けました。ああ今ヨネスさん素晴らしいステップ、まったそして前からスリー、すごいアシストだ。ヨネスと橋本のワンオンワン。さあ今度ヨネス、さあバスケットカウント。いや連続して素晴らしいプレーですね。そうですね、選手もすごくタイムについてるんですけれどもね、ディフェンスよく見て今ちらっと左側見たんですけどファールを狙ってます。バスケットカウント、あ今のこのタッチショットの雰囲気というのは、ああーターンオーバーになった。マジカス、マジカスのスリーアップ、くるダブルガード、砂山と藤井。あ松下とこの藤井のマッチアップ、ブルックスのスリーはどうか。さあ松下ショットブロックがなくなってきた。ディープスリーになった松下、来た、ここで決めてきました松下。ビッグショットですね。寺園には藤井がついている。ミラーのスクリーンを使って松下ベースラインドライブ、おっとダブルクラッチ。入りながら大事な攻撃、北海道川崎はファールも残ってますからね、あのファールに行きましたね。いやここが川崎のディフェンス力、 8.7 秒あります。最後は川崎が決めてくるのか。藤井がトップの位置からスリーポイント来た、ここで決めてくる、しびれる。これぞキャプテン藤井優真、日本代表。山口、デランドのブルックス、スリーポイント来るか。スリーセットといって2つ目のエローが滑ってたんですけれどね、下半身の強さを見せました。一方ロングはどうか、オフェンスリバウンド、そしてバスケットカウント、エンドワン。やっとロングらしい。ブルックス8本目が来るかどうか、今度は川崎、真ん中から、おっとスティールした橋本、そしてロングがバック。盛り上がるシュートですね。ヨネスに対しては橋本、橋本のマーク、うわー橋本スティールに成功。これが橋本龍馬、川崎さんのアウトですね。川崎さんからスパイクアウト、残り4秒切った。裏にから前田のスリーだ、ブザービーター。ただ今発あっとエクストラパスはパンオーバーになった。増田ブロックショットにいた、エンドワン、ベスト5。今松田もいいとこ見てたんですけどね。そうですね、左普通だったらレイアップ行くんですけど、昨のディフェンスの強度が上がってますね。上がってますか。はい、わーっとここでこれですね、まさにおっとミラーがよく戻っていた。ただゴールテンディングですかね。あ負けない気持ちを出すが、ここで藤井よく手を出した。松下の歓声がありましたがファージーカスが決める。トリファール3つ目、ファージーカスがこの位置を簡単に決めていきます。そしてショーン・ロング、あブロックに行ったのはファージーカス。中に入れる、落ち着いてますね。107点、
朝日ブレイブサンダース1月9日渋谷戦以来の試合となりましたが、藤井の活躍、ファジーカスのオフェンス力、